それでは次のテーマをタカさんお願いします。はい、本田圭佑に一問一答をぶつけてみた。はい、番組から本田さんに一問一答をぶつけさせていただきますので、各回答を一言でお願いできますでしょうか。はい、それでは早速参りましょう。本田圭佑一問一答スタート。大谷翔平選手の活躍をどう思っている？すごい化け物、化け物、まあ本当に化け物だなと思います。はい、トレーに嫉妬した選手は？ブラジルのロナウド選手が子供の時に見て真似できないなと思いましたね。生まれ変わってもサッカー選手を選びますか？選びながら歌手か俳優も一緒にやろうかなと。子供の頃に必要なのは成功体験それとも挫折？両方ですね。のど自慢に出るなら何を歌う？マイケル・ジャクソンのマイン・ザ・ミラーを。人生で一番ハマったエンターテインメントは？いや、いっぱいありますけど、お笑いが好きで吉本新喜劇。今まで住んだ中で一番住みやすかった国は？オーストラリア、メルボルン。日本人が世界で活躍するために必要なメンタリティは？完璧じゃないことを許せるってことじゃないですかね。はい。人生最後の日は何がしたい？でもサッカーとかなんかそんなに絡んでたい、サッカーの試合に絡んでたいですね。うん。タカさんをプロデュースするならどうする？政治家？本田さんありがとうございました。一気にお答えいただきましたが、タカさん気になった回答は？あのやっぱ大谷君の話なんですけど、大谷さんを見て化け物だと思うっていうの、ズバリどこですか？フルで見るならスポーツブルで。石橋とアスリートが盛り上がってみたは毎週水曜お昼12時に最新動画公開です。詳しくはこちらをチェック。これでしょ。